戦術わかるよね今の。わかるよね今の。戦術ね今の。わかるよね戦術。今の。わかるよね戦術。今わかるよね。ね、結局ね、ここでね、例えば、再起動してみるでしょ。そしたらどうなるかっていう実験さっきやったわけやけどね。で、その結局ね、攻撃することによって精神安定を得ているっていう、その病人。明らかに病気なんですよ、その精神病。で、それは、その、攻撃続けられないと、体調壊すわけでしょ？それってやばいよね。もう嫌やって思ってても、嫌でももう攻撃せんとあかんようになんねん。そんな危険な戦術ないよね。流星皇帝、長打を一室の、部分の、流星皇帝の部分よね。紅葉軍艦な、川中島を歌った詩な、雷三様の。あ、雷三、紅葉軍艦ちゃうわ。雷三様の詩やな。な。んで、結局ね、じゃあうちの、この攻撃的な発言、全部防御やねん。これ女性の特徴な。ところが、これはいじめられっ子はね、誤解しやすいね。攻撃されてると思うよね。でもこう反撃に来ようね。それは明らかに攻撃やね。防御に対する反撃は明らかに攻撃やね。せやけど、あいつらはいじめられっ子やから、防御発言をなぜか自分たちに対する、自分たちの階層に対する、自分たちの性別に対する攻撃ってみんなしようね。別のものに対する防御してるからやろ。じゃあ、うち自身を防御してる発言が、彼らにとっては、彼らの地位を脅かす攻撃に聞こえてしまうね、いじめられっ子にとっては。ほんならもう戦術もクソもないし、戦略もクソもないよね。そんな軍団簡単に滅ぼせます。